い、こんにちは。ブルーホースです。今日もやっていきましょう。心理学ハバード30日目ですね。1月も終わりに差し掛かってきました。ということで、早速やっていこうと思うんですが、30日目はですね、テーマ、バンということで、成熟するということですね。はい。まあ、成熟するっていうと、成長するみたいなイメージに近いと思うんですけど、まあ、人間っていうのはよっぽどですね、サボらない限りは、まあ、日々成長する生き物なんですね。で、若い時には考えつかなかったアイデアが浮かんだりとか、それからまあ肉体的に成熟して新しいスキルが身についたりっていうのは、まあ、世の中情報が溢れ出してから、例えば先輩とか親とか先生に話を聞くとか、本で情報を入手するっていう以外にも、まあ、動画を参考にしたりネットで調べたりっていう風に、自分がこの情報を手に入れたいなっていう、極めたいなって思うものをより早く正確にヒントを掴むことができるようになったんですね。なんならもう答えさえも見つかってしまうっていうような感じですね。ところが、時代が変わっても変わらない成長を極めていく方法っていうのもあるんですよね。で、これも確実に存在するっていうお話なので、今日はそれを伝えていきたいなと思います。はい。でですね、健康的に幸せで長生きできる方法ということなんですけれども、まあ人生かっていうところなんですが、まあ老いについてですね、年を取っていくっていうことに考えていく必要がありますと。で、これっていうのは、まあ、人間ね、不老不死とかね、不老不死の水ないかなとか、そういうのができないかなっていうことをこういろいろ考えてね、望んでいないにもかかわらず、まあ、残念ながら我々っていうのは年齢を重ねるとともに、まあ、心身ともにですね、変化っていうのが現れてくるんですよね。で、ある部分っていうのは成長して、ある部分っていうのは衰えていくというところなんですよ。それ一体何かっていうと、肉体に関しては、まあ、自動車事故の例のように、まあ、年を取ればブレーキとアクセルが分別つかなくなったりとか、それからこう目の前に人が通ってる時にブレーキを急にバッてかけられないで、そのまま引いてしまったりとかっていう形で、まあ、動作っていうのが残念ながら遅くなっていって、機敏に動けなくなるんですね。筋肉が衰えていくから。で、一方で見た目っていうのもやっぱり変わってきますよね。シワが増えたりとか、肌が黒ずんだりとか、人によってはやっぱり手がね、細くなっていって、血管がものすごく受けたりみたいな形になってきますよね。で、その一方で、年を重ねることで内面ですね、知的な部分とか精神的な部分とか感情的に成熟する部分っていうのも確かにあるんですよ。で、これっていうのは別にその年を取っていくことっていうのを美化するわけじゃないんですけど、例えばですね、10年前とか20年前、皆さん自身で考えてみていただくと、考えが及ばなかった考え方っていうのができるようになってくると思うんですよね。で、時代の変化とともに頭の中で多種多様なアイディアと、まあ、対応できる力、知恵っていうのが培われていくわけなんですね。で、知恵とか分別とか知性、洞察力っていうのは、すべてあなた自身が友人関係とか家族との付き合い方とか仕事とか勉強とか学校生活っていうものを全て含んだ経験によって磨かれていくっていうことなんですよ。だから、あの時には解決策が浮かばなかったものっていうのが、なんか5年経てば、あの時こうやればよかったなとか、もっとこんなアイディアを、そう、中学生の頃からやってたら俺は東大にも行けたのにとかね、いろいろあったりすると思うんですよね。で、あなた自身が、問いかけなんですが、5年前とか10年前に抱えていた問題を今のあなただったらどんな風に解決できますか。例えば僕は今28歳なんですけど、23歳だったらちょうどね、新卒で入社したての頃なので、入社したての頃抱えてた悩みだったらどんな風に今だったら解決できるかなと、あんな風に悩んでた人間関係とか仕事を覚えることとかっても、今だったらこうやったらいいよってできるなとか、でもしも当時解決できない問題だったとしたら、今はそれを解決できる力があるだろうかと。ね、もう5年10年経って社会人もいくつか経験してきた中で、新卒で新入社員入ってきた頃に抱えてた問題っていうのを今は解決できるでしょうか。できないとやばいですけどね。まあできますかっていうことなんですよ。で、それっていうのは何がその5年間とか10年間の中であなた自身に成長をもたらしたのかっていうことをちょっとね、考えてみていただけたらと思います。で、今日のワークに関しては、まあちょっとね、アナログみたいな感じになるんですけど、年配者に話を聞いてみましょうということですね。まあ長のつくアナログの方法なんですけど、何かのね、分野のスキルとか知識っ
ていうのを磨きたいものっていうのがあれば、すでにその道を経験している年配者に話を聞くのが早いんですよね。でこれっていうのは別に自慢話聞きに行ってくれっていう話じゃなくって、特に失敗談を聞くっていうのがいいと思うんですよ。で失敗っていうのは自分が重ねた方が人生において深みは出るんですけど、まあこれだけ時代の流れが速くて入れ替わりとか進化が激しい時代ですから、余計な回り道っていうのをしないためにも、誰かがもうすでに同じ失敗をしてるんだったら経験者から聞いておく方がそれぞれ自分が極めたい分野とかの近道になることもあるんですよね。だからどちらかというと失敗の話を聞いてあなたがやらなくて済むようなことっていうのを準備していくという、そんな話イメージになります。で相手が誰であれ、あなたよりもその自分が例えばですよ、コーチで仕事を極めたいとか、営業マンで仕事を極めたいとか、数学で勉強を極めたいとかっていうものであれば、あなたよりも成熟している人、スキル的にも知恵的にも、成熟している人っていうのは確実に存在しますから、経験によってしか得られない知恵とかスキルっていうのをその人から直接学ばない手っていうのはないと思うんですよね。だから成長できるかどうか、学ぶことができるかどうかっていうのは、どれだけその学ぶ相手のことをに対して心を開いて受け入れるかっていうことなんですよ。で、あなたが話を聞いて学んでみたいなっていう人はいますか？で、その人からどんなことを学んでみたいですか？で、その思いつく人っていうのにぜひアタックしてみていただけたらと思います。まあ、ちょっとね、ここには書いてないんですけど、僕今簿記3級からね、受けようと思ってるんですけど、簿記のですね、YouTube をやっている方がいらっしゃいまして、ちょっと名前をど忘れしまった、忘れてしまったんですけど、ものすごくね、わかりやすいものなんですよ。簿記3級だったら24個の動画に分けている方なんですけど、まあ、またね、思い出したら概要欄に書こうと思うんですけど、その方の YouTube を見てるおかげで、まあ、来月受けるところなんですけど、まあ、おそらく受かるだろうと、まあ、こういう満身覚えちゃいけないですけどね、満身覚えちゃいけないんですけど、そういうね、まあ、年配者という、まあ、おそらく僕より年上の方だと思うんですけど、そういう自分よりも熟達している人、成熟している人から学ぶっていうのは YouTube を通してでもありなんだなっていうふうに思います。当然ですね、 YouTube って一方的な話になっちゃいますから、できれば対話ができるような直接お会いしてできるっていうのは一番いいんですけど、まあ、それが難しいって場合はそういう自分が学びたい分野ってものを調べてみて YouTube で話を聞く、こういうのもありなんじゃないかなっていうふうには思ったりしますけどね。ということで最後になんですが、今日の動画が役に立ったとか面白かったっていう方はですね、ぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタンよろしくお願いいたします。ということで次回の動画でもお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。